無邪気な子供たちは老婆の語る昔話に夢中になっていた。瞳を輝かせ、可愛い娘が尋ねる。ねえねえおばあさん、それからお姫様はどうなったの？老婆は微笑む。それからお姫様は王子様と結婚して、いつまでも幸せに暮らしましたとさ。娘は目を丸くするのだった。すごいわ、すごいわ。昔の人ってそれだけで幸せになれたのね。うん、でもさ、今の世の中独身の人が多いじゃない？結婚できるだけ幸せだと思うわよ。しかも王子よ、王子。お金持ってるからさ、生活だって安定するし、顔もそこそこイケてるでしょ。何があるかわからないからさ、やっぱ安定した生活を手に入れるのが一番だよ。